こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はみんながやってるノーリスクな稼ぎ方。これね、よくいただく質問なんで、これについてお話しします。たまにいただく質問が、皆さんどうやってるんでしょうねという、質問があります。で、この皆さんがやってる方法を知ってですね、皆さんの真似をして稼ぐときには、必要な能力というか条件があります。それは、みんながやってる作業、みんながやってる方法を聞いて、みんながやってない量の作業をする。みんながやってる作業を聞いて、みんながやってるより資金力のある人が取り組む。まあ、みんながやってる方法を聞いて、みんながやってるより目利き力のある人がみんなの真似をすると。で、この作業量か資金力か目利き力、どれかがみんなより明らかに圧倒的に優れている場合、人真似をしてもですね、後から美味しく稼げます。まあ、世の中でもよくありますね。中小企業が、稼ぎ出したらですね、大手が買収しちゃうとか、中小企業が稼ぎ出したら大手が真似をしてね、中小企業潰れちゃうとか、まあ、よくある話で、これ初心者の方がみんなの真似をすると、全く稼げないと、ね、いうことになります。で、まあ、おそらくね、その質問の感じとしてはリスクなく、できるだけ確実に稼ぎたいと。みんながやって稼げてんなら自分も稼げるかなという発想なんでしょうけど、まあ、これはですね、3クリックで稼ぐ方法につながるものがありまして、まずはリスクをなくすことが大切と。売れてから仕入れる無在庫で取り組む。そして商品探しはね、全然素人でも大丈夫です。ツールにお任せで探せます。ツールがなくても問題ありません。人の真似をすれば OK ですと。まあ、これはですね、これができたのが3年前までですね。3年前は Amazon 輸出をやってる人が少なかったんで、この誰でも考えつく方法で稼げました。で、誰でも考えつくしね、誰でもこれならできそうだなと思える方法で、今は稼げないと。稼げるわけがないと。まあ、稼げるって教えてるところもあるみたいですけどね、稼げないです。で、今は逆にこれ Amazon 輸出で稼ぐ3大 NG です。初めから、まあ、ね、無在庫で取り組むのは、儲けるどころかアカウント削除の近道です。決してやってはいけません。これね、アカウント削除されてどうしましょうって相談結構ね、来るんですね。これ自己流でやってる人が来るのかなと思ったらね、自己流でね、あんまりやってて無在庫でって人いないですね。大体無在庫を進めてるスクールとか塾に入って、あるいはマニュアルを見てやって、まあ、信じてやってですね、ダメだったと。で、なんとかしてくださいと、稼ぎたいですと来る方多いです。無在庫は稼げないどころかアカウント削除の近道です。やってはいけません。そして商品探しはツールにお任せと。ね、ツールで稼げるわけがないんですね。もう目を覚ましてくださいとしか言いようがないです。ツール、誰でも使えるツールで、誰でも見つかる商品を、誰でも出品できる Amazon に出して、ね、それでも儲かるわけがないと。ね、ちょっとね、需要と供給とかそういう、基本的な部分、あるいはちょっと想像力を働かせれば、これはもう稼げないというのはわかりますんで、目を覚ましていただきたいなと思います。ツールでね、ガンガン稼いでますという人、見たことないです。まあ、ツールがなくても人真似で OK と。まあ、先ほど言ったようにこれは人真似でやる場合は、その人よりね、真似する人より優れてる必要があると。でも通常は真似している人の方が先行しているわけですから、先行している人の真似をですね、作業量も中途半端な、資金力も大してない、目利き力ができない初心者が真似して稼げるわけがないと。ね。これは、これもまたちょっと想像力を働かせればわかるんですけど、やっぱりわからずやってしまう方が多いです。まあ、そんなね、何をやったらいいんですかという方のために、転売アカデミーではサポートをしています。で、本日まで、で、サポートの会員版というか、半年間のサポートがついて、マニュアルがついて、9万9000円というね、Amazon輸出サポートプランを募集してますんで、自力じゃ無理だなと思ったら、あるいは自力で無理だなっていうのに気づいたらですね、このテンバーアカデミー Amazon輸出サポートをお受けになってみてください。ご入会お待ちしてます。テンバーアカデミー堀秀夫でした。